マーメイドルのマメリガンバルンバー、イエーイ。皆さんこんにちは、マーメイドルのシオンです。本日はですね、事務所にあるものが届いたので開封していこうと思います。そのあるものというのはこちらです。じゃーん、見えるかな、岩下の新生が2024年福袋でございます。福箱かなかわいい。こんな感じでね、段ボールが岩下の新生姜の岩鹿ちゃんなんですよ、一面。すごいね、すごくないですか。これもちろん裏もね、ほら、すごい。じゃあこれを早速開封していきたいと思います。といってももうね、開けてあるんですけどじゃあちょっと中身見ていきましょう。うわー、うわ、すごい、ちら、すごい、いっぱい入ってる。すごくないですか。いいね。じゃあちょっと一つずつ見ていこうかな。まずは上から取っていこう。こちら、岩下の新生姜の、これあの普通にスーパーに置いてあるものですね。うわ、これ嬉しい、これ地味に嬉しいですね。そして次、こちら、岩下の新生姜スープ。これなんだ、お湯で戻して食べるやつかな、乾燥スープって書いてある。これがね、2個入っております。これね、2024年10月の15日まで大丈夫なので、ゆっくりね、食べれますね。すごい。中身は、岩下の新生姜、卵、ごぼう、オクラ、人参、わかめ入り、具沢山だ。いいですね。千切りとパウダーのダブル配合。ちょうど感じが出そうです。次、これ、じゃーん。岩下の新生姜ご飯の素。これね、実はね、あのマーメイドル2023年の初めの頃に、1月かなに、あの新生姜ミュージアム行ったんですよ。でその時にもね、福袋をもらったんですけど、これね、入ってたんですよ。で私、あのおばあちゃんにこれあげたらめちゃくちゃ喜んでましたこれうまいってこれは、炊飯器に炊いてないご飯、あの研いだご飯にこれを入れてスイッチピッと押すだけで炊き込みご飯ができるっていうものですね。これすごい美味しかったです。私も食べたんですけど、これいいですね、ご飯の素。続いて、お、こっちは新岩下の新生姜たっぷり生姜焼き。すごい、フライパンで仕上げて絡めて20秒。いいですね。なんかね、この写真だとね、細いね、これ岩下の新生姜かな、入っててすごい美味しそうです。わー、いいね。これあの楽したい日とかにいいかもしれないですね。アレンジ料理とかも後ろに書いてある、厚揚げでボリュームアップ。へー、美味しそう。続いて、あ、お菓子部門かな、これ岩下の新生姜グミ、岩下の新生姜粉末仕様のグミですね。これもね、美味しそうだな。これ食べたことあるかも、私すごい美味しかった記憶がある。続いて、お、岩下の新生姜ドライジンジャー、ドライフルーツとかかな、美味しそう。なんかこれ初めてかも私。続いて、これもあれだ、岩下の新生姜ノーマル商品ですね。これ多分ね、こっちがスライスでこっちが1本で入ってるやつだ。ほら、長く1本で入ってるやつです。そしてこっちからしようかな。これプチプチに くるまれてる、これはなんだ、これ瓶だ、開けられるかな。開封してる瞬間がね、一番楽しいよね。これは
ちゃ美味しいやつやみつき岩下の新生姜生姜加工品、これねご飯の上とかあとパスタにしたらすごい美味しいねやつなんですけど、なんて言ったらいいのかな、あんまりね他の商品名出すのもあれなんですけど、あの食べるラー油あるじゃないですか、あんな感じの扱う商品で、ご飯の上とかパスタと混ぜたり、あとはそのさっきのねこの生姜焼きのこれタレとかもあるんですけども、これだけでねお肉焼いたりしてもすごく美味しいと思うので、これ一家に一台どうですか次これは私これ大好き、じゃーん、これ岩下の新生姜プレミアムでございます。これねこっちが酢漬け、あこっちも酢漬けだこれなんだろう、何が違うのかな、色ん、こっちがこれプレミアムはですね、岩下の新生姜の中でも柔らかく希少な目先部分のみを特別によりすぐりました。多分こっちもそうなんですよね。これがね2種類入っております。これ嬉しい、これ本当に普通のね岩下の新生姜も美味しいんですけども、この岩下の新生姜はもう特別に美味しいんですよね。これねお店に置いてほしいぐらい柔らかくって、あの歯切れがねめちゃくちゃいいんですよ。わこれ楽しみだ。であとはこれで食べ物部門は終わりかな。あとはこちら金河新年これ金河のお箸、ピンクのお箸を入ってます。あとはこれシールですね、シールとあと中にねなんかレシピかな入ってるみたいなことがホームページに書かれてました。そうこの福袋なんか人気で、あのホームページ行ってみたんですけど、もうね売れてなくなってたんですよ。シールと、あーかわいい、なにこれこれかわいい、なにこれ岩しかちゃんだ。こんな感じで後ろにねレシピとかもちょっとチラ見せで書いてあります。すごいブロマイドカードじゃん、これ嬉しいぞこんな感じで中身は全てです。このシールもね七福しかかわいい、かわいいなこれシールで全てでございます。すごい豪華だ、これは嬉しいですね。この段ボールもねもったいなくて捨てれないよねちょっとねこの岩下の新生姜たちは生放送でね、ちょっと何食べようかな、生放送でプレミアムをねみんなに伝えたいよね。あこれ食べてみようかな、今これドライジンジャー、これ初めて見る、ドライジンジャー、うわすごっ中身がこんな感じだ、本当にドライジンジャーまんまだ。ちょっとちっちゃいの食べてみよう、いただきます。
ト感がなくって甘い。ちゃんとね砂糖とかでコーティングされてるので小さい子供でも食べれるかもしれないです。蜂蜜、生姜、砂糖を、あと蜂蜜とレモンジュースとかね、いろいろ甘い感じのものに仕上がってるので、これはやみつきになっちゃいますね。というわけで送っていただきありがとうございます。これもねちょっと生放送で食べたいと思います。それじゃあまたね。マメドルです、よろしくお願いします。ありがとうございます。